これ間違ってるな10月の21日だね今日ね、21日、じゃあアンダーナイトインバース今日は第3回目かな、ゲーム大会始めていきますんで皆さんお願いします。お願いします。 DS 開くなよはい、じゃあ今日は一応公式のハイドラ GB っていうランキングバトルの、対応大会ということになりますんで一応1位の方から、4位までとあと8位までの方までにポイントが入る形になります。でハイドラユーザー名って書いてもらったんですけど、ユーザー登録してる人が、公式の方でポイントが入るという形になりますんでお願いします。で一応今日当日登録した人は一応今日の分の大会のポイントは補充されるそうなんで、今日優勝したけど登録しないよって人がいたら公式の方で登録してあげてください。じゃあ始めていきます。シードも一番あるんだけど人数的に、左上からやっておきましょう。ユーネコのカーマインとガーフで甘えのセド。ユーネコマインちゃんガーフで甘えてはい。でちなみに、エコールさんから一応優勝商品のクオカードをもらってますんで優勝者の方にこちらは贈呈します。絵柄はね あそこに貼ってるやつと一緒なんですけどそう、さっきも値段聞かれたけどクオカードは300円分なんで、はい、使うもんではないっていうもんですね。記念品というか無駄な抵抗は要せ。はい、ということで今日最試合ユーネコのマインちゃんと、ガーフラー前の瀬戸。あっと開幕かっこいいコンボを落として、グリッド割れてしまう。やばい、あ、セグメント置いて攻めると当たる。さあまず1本はガーフで甘え。ガーフが出てない。そろそろね、マインちゃんはマインちゃんだって言えないって言われてるランクらしいんですけど、マインちゃんはキャラ的なところでアイドルだと思ってるんでね。いよいよメルカファンが弱いそういうこと、かわいいの。さあ暴れ潰し B 取って1本取り返していく。なんか大丈夫、このゲームランク的にはほとんど変わんないから。あー飛びが通ってこれはでかい。おっと今のはぶっ放しでいいのか。さあダッシュ B から車輪重ねて中段立ってる踏み捨てて、おっとしょうがないです。そこで体力回復してワンコン車輪攻め中段を問われる。見えなかった、勝ったのはユーネコ。おっとっはい、でもシリーズが続きます。次はガードアマエさんの生徒と、タウさんのメルカバですね。お願いします。はい、あれイベントモードになってないんじゃないかこれQ
こうしてバカどもが集まってくれるのは俺にとっちゃ好都合だ。はい、すいません、僕の見落としです、はい、無駄な抵抗はよせ。今日、最近キャラクターは偏ってこなくなったのかな。さあっと、開幕早々刺さっている。アメリカの置き火攻め重視が増えましたね。さあ捕獲、シールド張って距離取るか、そう捕まって画面端セグメントコンボガフ、そうでもガードで甘えても食らうんじゃないですか。あれチェンシフトしつつガフかぶせる、アーザーでコンボ落として、さあ肘取った、大丈夫かい。もうちょっと次かな、うん。さあ2回戦メルカバ体力リードしてる。何シート何が漏れたんだろう今。捕獲かぶせてガフ、さあ手引っ張して脱出し、なんか噛み合う、さあ脱出し通る、あれ今のは殺しきれたんじゃないか。ああ、2C 取って1本取り返すメルクバー、さあやばいガフやりたいだけ、ガンガン補正切ってすごくグリッと回れた、瀬戸使いの人あれってどうやって抜けるの。あー解放は通るのね。瀬戸をメインで使ってる人から分かんないっていうセリフが一瞬。おう、さあガーフ通ってガーッタのガードはお前セット、お前も俺もさして変わりはしない、あのガーフ甘えもできないんだけどね。奥行けるかい。まあなんかかかりそうなんで次行きます。じゃあ下に先行きまして、終わる、うん、あ行ける。じゃあ譲り幅を置いてきたマインちゃんと、守るまるまる詐欺のメルカバ、ごめんなさい噛んだ。いやいやいや大丈夫だわ、じゃんけんで負けたらあの肘を出せばいい。残念打てないと、いつぞやの大会ですね、画廊の大会がひどかった。なんかまだ予定は決まってないんですけど、来月またネオジオランダもやるって予定がありますんで、次回は主要タイトルは公表せずに当日を迎えたいと思うので、そう前回はね練習してきたってやからが出たんでね。さああと、おっと、なんだ、どういうことだ、
あー、甘いんちゃん、でかいピザを重ねて割る。あー、赤いけど大丈夫、繋がってる。かぶせて、さすが守りはやりづらいメルカバー。あばれるが烈風拳刺さって投げる。どうなんですかね、あの中段はダッシュシートとかの方がいいんじゃないのかな。おお、あ、とりあえず準備運動からワンコン車輪巻いて中段。ちょっと重かった。あれのなんか6ビート3ビートのディレイが結構やりづらいんだよね。さあ画面始めるカバー、かぶせられて暴れつぶし。これは死んだ。まあ追い詰められたらこういうゲームです。勝ったのは譲り葉を置いてきたマインと、とりあえず次かな、四面楚歌さんのオリエと、ジャッキャラでもめげないラオさんのゴールドを四面さん、四面さん出番